ブーランジェ、奴隷市場主人によって鞭打たれた、奴隷奴隷制とは、一般に人格を否認され所有の対象として他者に、隷属し、支役される人間つまり、奴隷が、身分ないし階級として存在する、社会制度。奴隷制は、有志以来あまねく存在したが、時代的に。抽象的に言えば生産力発達が、他人の常用労働搾取を可能とした段階以降の現象であり、 この奴隷化手段は、いずれも奴隷制の終末に至るまで主要な奴隷供給手段であり続けた。この他、海賊や盗賊、武装勢力などによって所属する社会から誘拐された人々も、また奴隷の供給源として非常国家間では戦争以外にも、属国から創始国に向けて、服従の印として奴隷を奉納することが広く行われ、 特に19世紀までのイスラム圏やアフリカにおいては、主要な奴隷供給源の一つだった。根主としての奴隷増与は広く見られ、また、通貨の発行、流通していないような未開社会においては奴隷、そのものが貨幣として使用されることが多かったため、こうした取引の結果としての奴隷取得も多く見られた。しかし多くの場合、奴隷身分の親から生まれた子供、つまり、出生奴隷が、 奴隷の中で最も大きな部分を占めていた。奴隷制は自前の奴隷補給が困難であったため、古来戦争による奴隷供給と奴隷商業の発達を不可欠とした。ローマ帝国ではパクスロマーナによる戦争奴隷の枯渇により、奴隷制大農園であるラティフンデウムからコロナートスへの移行の一員となったともされる。奴隷の取得において最も大きなものは、 対外貿易であり、歴史上世界各地で、いくつもの大規模奴隷貿易システムが成立してきた。奴隷は、未開の社会においてすら主要貿易品の一つであり、こうした社会では、対外商業活動が、奴隷輸出の他に存在しないことすらあった。国内での奴隷取引は歴史を通じて、どの社会でも常に存在したものの極めて低調であり、ほとんどの社会において、新規奴隷への供給は、 国外からのものによった。ただし、19世紀初頭にヨーロッパ諸国が奴隷貿易を停止すると様相が変わり、未だ大規模な奴隷制を残地していたアメリカ南部、諸州及びブラジルでは国外からの供給が停止したため国内での奴隷取引が盛んとなった。同一民族内で奴隷を取得する社会もあったが、多くの社会において同じ共同体や同一民族のものを奴隷にする。 ことは避けられる傾向にあった。同一民族の戦争捕虜は殺されるか売却されることが多く、奴隷にすることはかなり稀で奴隷化を禁じている社会もあった。このため、主人と奴隷の民族は異なることが多かった。人種が奴隷制に大きな役割を果たしたのは新大陸であり、またイスラム圏でも強い相関が存在したが、 その他の社会でも人種は決して奴隷化と無関係ではなく民族ほどではないにせよ相関が存在した。特殊な技術を持つ奴隷は価値が高く多くの社会において技術のない奴隷よりは高い待遇を受けることができた。奴隷は所有者の財産であり本質的には個人的な財産所有を認められていなかったものの 奴隷の存在するすべての社会において、主人の許可のもとで財産を所有することは認められていた。ただし、主人の許可のもとでの財産所有であるため、本来の所有権は主人に所属しており、当該奴隷が死去すればその財産は再び主人の下へと戻り、家族への相続権はすべての社会において認められていなかった。ほとんどの社会において、 奴隷は結婚し家族を持つことができた。奴隷が解放されることはほとんどの社会で存在し、解放された奴隷は解放奴隷として独特な地位を占めることが多かった。解放奴隷は多くの場合自由民からは一段低い立場とみなされた。またすべての社会において解放奴隷は元の主人の保護下に置かれた。逃亡はどの社会でも禁止されていたが、 実際に逃亡奴隷は多く、中でも16世紀以降の新大陸においては、マルーンと呼ばれる逃亡奴隷が大量に発生し、しばしば山岳地帯や辺境に共同体を築き上げ、またその地域のアメリカ先住民と通婚して同化し、白人と戦闘を行った。山岳に立てこもって、イギリス軍と長期にわたる戦闘を繰り広げた、ジャマイカのマルーンや、内陸に一大勢力を築いた。 ブラジルのキロンボなどが知られている。19世紀半ばに奴隷制廃止運動が盛んになると南部の奴隷州から北部の自由州へと奴隷の逃亡を手助けする地下鉄道と呼ばれる秘密結社が結成され多くの奴隷がこのルートで逃亡していった。また奴隷が反乱を起こすことも歴史を通じて見られ、共和制ローマにおける三度の奴隷戦争、中でも 第3次奴隷戦争や9世紀のアッパース長統治下、メソポタミアで起きた残寿の乱などのように一国を揺るがすような大反乱へとつながることもあった。古代ギリシアの奴隷制、古代ローマの奴隷制、イスラームと奴隷制、中国の奴隷制、及びアメリカ合衆国の奴隷制度の歴史も参照古くから一般に課長権のもとに家族の構成部分として、 家内労働に刺役されたが、古代ギリシア、古代ローマ、カルタゴや、近世のアメリカ大陸などでは、プランテーション、鉱山業などの生産労働に、私的、公的に大規模に刺役された。歴史上、特に大規模な奴隷制として、15世紀から19世紀半ばまで、大西洋地域に成立した近代奴隷制が挙げられる。このシステムは15世紀、ポルトガルが、 マデーラ諸島でスペインがカナリア諸島で推し進めたサトウキビ農園に直接の起源を持つ。これらの島々に作られたプランテーションにおいては奴隷が労働力として多数使用され、供給はギニア湾岸の黒人諸地域からなされていた。クリストファー・コロンブスの身体陸発見と同時に現地住民の奴隷化も進められたものの半世紀もしないうちに歯止めがかかり、 代わって、アフリカ大陸からの奴隷供給が主流となった。熱帯、亜熱帯でのゴム、タバコ、砂糖などのプランテーション農業や鉱山など、一次産品における労働では、労働者が生産物の直接的消費者とならないため、私有財産を持たない奴隷は効率的であった。しかし、二次産品以降の工場労働者は、製品の消費者となり得るため、 賃金労働が進められた。国の工業化が進むと、内需拡大策の一つとして、一時産品の労働者についても賃金労働が推し進められた。18世紀半ば以降イギリスで奴隷貿易廃止運動が活発化し、1807年にイギリス国会で奴隷貿易禁止法が成立したことで、奴隷貿易は終結へと動き始めた。 最大の海運国であるイギリスの奴隷貿易廃止は他国の奴隷貿易にも甚大な影響を与え19世紀前半には奴隷貿易は衰退の一途をたどった。これにより外国からの奴隷の供給が停止し奴隷制諸国は国内での奴隷調達を余儀なくされるようになった。この動きはやがて加速し1834年にはイギリスが奴隷制を廃止するなど 奴隷制そのものの廃止へと進んでいった。アメリカ合衆国南部においては、奴隷制プランテーション農園主の政治的発言力が大きく、奴隷制がむしろ強化される傾向にあったのに対し、北部諸州では奴隷制がすでに廃止されており、やがて合衆国が西部へと半島を広げ加盟州が拡大していくのに伴い、奴隷制は南北の対立の焦点となっていった。 この対立は、数度の妥協を挟んで先鋭化していき、1860年に、奴隷制度反対派の共和党、エイブラハム・リンカーン大統領の当選によって、破局を迎え、1861年に南北戦争が勃発することとなった。この戦争の中で1863年に、リンカーンが奴隷解放宣言を行い、南部の降伏とともに、 アメリカでも奴隷制が廃止された。ブラジルでは奴隷制廃止が遅れたものの1888年に奴隷制は廃止されることとなった。ありがとうございます。